トラビス・ダーノーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、レイクウッド出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のアトランタブレーブス所属、ロングビーチ近郊のレイクウッドで生まれる。ロサンゼルスドジャースのファンとして育ち、子供の頃に憧れていた選手は、マイク・ピアッツァだった。地元のレイクウッド高等学校に進学し、卒業後は、アニチェスト。 同じくペパーダイン大学への進学を予定していた。2007年の MLB ドラフト一巡滅移保でフィラデルフィアフィリーズから指名され832,500ドルの契約金で入団した。2009年は A 級レイクウッドブルークローズで初めてフルシーズンを過ごし打率255、13本塁打、71打点、38二塁打を記録した。 2009年12月、ロイ・ハラデートのトレードで、カイル・ドレーベック、マイケル・テイラーと共に、トロント・ブルージェイズへ移籍した。ベースボールアメリカ史からは、ブルージェイズ内では、ドレーベック、ウォレスに次ぐ3位、マイナー全体では81位の有望株と評された。2010年は、A 級ダニーデン・ブルージェイズでプレーしたが、背中を痛めて71試合の出場に止まり、打率。 256,6本塁打だった。それでもスカウトからの評価は揺るがず、オフにはベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて、ドレーベックに次いで球団内2位、マイナー全体では36位という高い評価を受けた。2011年は A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレー。打率311,21本塁打、78打点という、 好成績を残して、イースタンリーグの MVP に輝いた。同年11月19日に、ブルージェイズの40人枠に入った。オフの10月に開催された、グアダラハラパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。また、ベースボールアメリカ史のランキングを17位に上げ、マイナーで最も有望な保守の一人とみなされるようになる。2012年は、 トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで打率333、16本塁打52打点を記録しメジャーデビューは目前であったが6月25日に二塁ベースへ閉鎖崩しのスライディングを行った際に膝のじん帯を損傷して残りのシーズンを棒に振った2012年12月17日に r a ディッキーと保守2人とのトレードでジョンバック ノア・シンダーガード、ウィル・マウベ・ベセラと共にニューヨーク・メッツへ移籍した。2013年8月17日のサンディエゴ・パドレス戦でメジャーデビュー。この年は31試合に出場し、打率、202、1本塁打5打点という成績を記録した。2014年は性保手に抜擢されたが、打撃不振により6月にマイナーに降格した。しかし、 同月中に再昇格すると、以後は打撃の調子を取り戻した。最終的に108試合に出場し、打率242.13本塁が41打点1盗塁という成績を残した。一方で、守備面では105試合の守りで9失策、守備率990という成績だった。ホイツ1はリーグワーストで、 投類阻止率も19%だった。ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では7位にランクインした。2015年は複数回故障者リスト入りした影響もあり、67試合の出場に止まった。2016年4月26日、右肩の故障で故障者リスト入りした。この離脱の影響もあって75試合の出場に止まり、打率247、4本類だ。 15打点という成績に終わった。ニューヨークメッツ時代2017年8月16日のニューヨークヤンキース戦では、テリー・コリンズ監督の起用により緊急措置として内野手を守ることになったが、守備のいいアズドル・バル・カブレラと入れ替わりで、右打者の時は二塁手に、左打者の時は三塁手の守備につき、その入れ替わった回数は十二回の珍記録となった。二千十八年は、 トミー・ジョン手術を受けたため、シーズンをほぼ全休した。2019年4月28日にディーフとなり、5月3日に自由契約となった。2019年5月5日にドジャースとメジャー契約を結んだ。レーズ時代2019年5月10日に金銭トレードでタンパベーレーズへ移籍した。7月6日のヤンキース戦で自身初のサヨナラ本塁だ。 7月15日のヤンキース戦で自身初の1試合3本塁打、7月21日のシカゴホワイトソックス戦で自身初の満塁本塁打を記録するなど、この月は打率。342.8本塁打、25打点、オプス1.136などの大活躍だった。シーズンでは3球団合計で打率。251.16本塁打、69。 打点などを記録した。オフの10月31日にフリーエージェントとなった。2019年11月24日に2年、総額1600万ドルでアトランタブレーブスと契約した。ありがとうございます。